セテレジアの宝閲は、バロック期のイタリア人芸術家、ジャンロレンツォ・ベルニーニが1647年から1652年にかけて制作した大理石彫刻。ローマのサンタマリアデルラ・ビットーリア教会コルナロ、礼拝堂の壁面に設置された祭壇の装飾彫刻群の中央を占める彫刻である。コルナロ礼拝堂は、当時の芸術家の第一人者だったベルニーニが、 内装のデザインから完成までを手掛けた建物で、大理石彫刻、フラスコ壁画、絵画は、すべてがベルニーニの作品となっており、これらコルナロ礼拝堂の美術作品は、ローマにおける正規バロック美術の最高傑作の一つであるとみなされている。芸術家としての演熟期を迎えていたジャンロレンソ、ベルニーニの監修のもとで、コルナロ礼拝堂の 聖テレジアの法越を含む彫刻軍全体の構成が完成したのは、ローマ教皇がパンフィリケ出身のインノケンテウス10世だった時期である。インノケンテウス10世は、教皇位就任と共に、全教皇で教皇庁の財産を散在したウルバヌス8世の出身家、バルベリーニ一族の断崖を開始し、ウルバヌス8世のお抱え芸術家だったベルニーニをバチカンから遠ざけた。 教皇からの講演を失ったベルニーには、大体のパトロンをベネツィア出身の数奇教皇、フェデリコ・コルナーロらに求めることになる。コルナーロは自身の将来の墓所として平凡な戦速カルメル海修道院の礼拝堂を選んでいた。コルナーロの墓所に選ばれたのは礼拝堂左側の翼廊で、この場所にはすでに聖ペテロの宝栄を描いた絵画が飾られていたが、 1622年に劣勢された戦争カルメル海最初の聖女、テレジアの宗教的神秘体験を再現したウェルニーニの彫刻で置き換えられることになった。この彫刻は1652年に完成し、最終的にかかった総費用は合計1万2000スクーリだった。フェデリコ・コルナーロの肖像を含む彫刻全体画像中彫刻群の中央には、 気絶寸前の修道所テレジアと槍を持つ天使が配置されている。これはカルメル海修道所で改革者の聖女、テレジアの自伝、イエズスの聖テレジア自助伝に書かれているエピソードを再現したものである。この書物ではテレジアが天使と出会ったという神秘体験の様子は次のように記されている。私は黄金の槍を手にする天使の姿を見た。 穂先が燃えているように見えるその槍は、私の胸元を狙っており、次の瞬間槍が私の体を貫き通したかのようだった。天使が槍を引き抜いた、あるいは引き抜いたかのように感じられた時に、私は神の大いなる愛による激しい炎に包まれた。私の苦痛はこの上もなく、その場にうずくまって、うめき声を上げるほどだった。この苦痛は耐えがたかったが、 それ以上に甘美感の方が勝っており、止めてほしいとは思わなかった。私の魂はまさしく神そのもので満たされていたからで、ある。感じている苦痛は肉体的なものではなく、精神的なものだった。愛情に溢れた愛部はとても心地よく、その時の私の魂はまさしく神と共にあった。この素晴らしい体験をもたらしてくれた神の恩寵に、対して、 私はひざまずいて祈りを捧げた。向かって右側の目撃者たちの彫刻、聖テレジアの包栄を含む彫刻群は彫刻上部の丸天井に巧妙に隠された窓から降り注ぐ自然光に照らし出され、金メッキを施されたスタッコの光の雨がその効果をさらに強調している。テレジアは雲の上に横たわっており、これはこの彫刻を見る者にこの場面が 精霊の出現を表していることを示す意味がある。この場面の他の目撃者たちの彫刻が両側の壁面に存在する。彫刻の依頼主コルナーロケの男性たちを表現した等身大の半身像であり、劇場の特別席のような場所でこの聖なる場面を語り合っているかのように表現されている。人物像は白大理石。 壁面や特別席は色大理石が材料として使用されている。礼拝堂の上部はフレスコ画で幻想的な里市天使たちが天界の精霊を意味する降り注ぐ光と共に描かれている。美術史家ルドルフ・ウィットカウアーは次のように述べている。全体的に間に迫った造形描写がなされているが、ベルニーニは人物彫刻ごとに写実性に差をつけている。 コロナーロケの人々は実際に命あるものとして生き生きと表現されており、これは彼らがこの作品を目にする我々観客と同じこちら側の世界の人間であることを意味している。一方、神秘体験の中にいるテレジアは独自の結界とも言える世界の中に昇華されている。張り出した天外と天界からの光などによってテレジア並びに天使と こちら側の世界の住人とは明確に区別されているのである。聖女テレジアと天使の部分拡大画像をコルナロ。礼拝堂は、この彫刻を聖なるお使いが世俗の人間に介入した瞬間を捉えた作品と解説している。コルナロ家の人々は特等席のような場所でこの場面を観察しており、あたかも劇場で芝居を見ているかのような印象を観客に与えている。 ロンドン大学の美術史家キャロライン・バブ・コックは、ベルニーにのこの作品が持つ肉体面と精神面の両方が溶け合った深い、閲落の表現が現代の芸術家と著術家にも大きな影響を及ぼしていると語り、アーヴィング・レイビンは宗教的エクスタシーこそが世俗と神聖あるいは肉体と霊魂の融合における革新と言えるとした。また、 テレジアが自身の著作に書いた神秘体験に性的なイメージを重ね、この超王国作品は性的絶頂を表した作品であると考える学者もおり、特にテレジアの姿勢と表情の描写こそがテレジアの体験がその類であることを物語ると考えている。フランスの精神分析家ジャック・ラカンが女性の性的絶頂の説明の中で、 ローマにあるベルニーニの彫刻を見に行くだけでいい。誰が見てもすぐに彼女がその瞬間を迎えていることがわかる。疑問の余地は全くないとした。しかしながら、ロバート・ハービーソンは、セイング・ナチュオラ神秘体験の経験者を引き合いにして、ベルニーニが単なる性的重足を具現化したという見解に疑義を呈した。ベルニーニは宗教的関係は、 肉体的閲楽と等価値であることを表現しており、フロイドの著作が世に出て以来、この修道所は、激しい欲求不満だったなどと忍び笑いまじりで、語られるようになったのは、なんとも悲しむべきことだ。確かにテレジアは、肉体的誘惑のようだったと著書に書いてはいるが、全く異なる別の体験への始まりやきっかけに過ぎない。見ればわかる通り、人間の性的思考や性的感覚などは、 テレジアやベルニーニーにとって最重要な、ありがとうございます。